両選手並びにレフリー花澤の挑戦でございます。続きましてチャンピオンベルトの返還でございます。ただのより本日のメインイベント推定で先手先手に出会い予備軍参謀長を行います。青が挑戦者チーム全員体力123パンド Ozaki。Dynamite Kansai。最後は新大会戦テーブルチャンピオンチーム全国女子プロレス客超え感動Toyoda。まず、ヘルコデュタンド、Yamada、Toshiyo。レフリー、モゲラ。いよいよ始まりましたね。はい、ついに GWP とのスタートしましたね、交流戦が。第一戦ですけど。でもベストメンバーですよ、交流戦というか、いきなり。しかもタイトルマッチですしね。GWP の方は、まあ、今日、ほとんどの選手は来てるんですけど、一応3人代表してセコンドについてるんで、はいはい、いかにも本当交流戦らしいムードになってますね。セコンドについているのはなんとキューティー鈴木、プランマリコ、あと福岡ひかりです。そうですね、福岡ですね、はい、福岡ひかり、はい、あのキューティーが一応前場のセコンドに初めてついたと。あ、今紹介受けましたね。はい、はい、でもこれも交流戦の楽しさですよね。そうです ね、 ね、さっきね、ダイナマイト関西がコール受けるときにもうリングの真ん中まで進んでってグーでうーって言って、ね、ガッツポーズして、ね、一番ね、交流戦ってものを一番やりたかったのが多分ダイナマイト関西じゃないかと思うんですよ。あ、それは言えると思います、特に前場に対してはすごくライバル心ね、はい、要するに悪い意味のライバル心じゃなくて、ね、要するに自分のやってきたプロレスに自信持ってるでしょ、ね、だから全く劣ってないしね。あ、いきなり、あ、これはいいや、もう思いっきりやってほしい。まあ、試合前の実戦でもこの2人はすごく意識してましたからね。体がありますしね。体がありますね。やっぱ蹴りが一歩もいかないと、ね、またよく見てますよね、はい、相手の蹴りを。あー、見られちゃったって感じ。おー、これはちょっとスピードを比べてほしいですね。うわ、ドロップキックの頭の方まで行っちゃった。高さがあると分かってたじゃないですか。相当効いてますよ、これもらっちゃったんですね、顔に。宇崎はね、ジェノルキーでは全然技が軽いってことね。だからもう、体が違いますよ。じゃあ、それを見せてやろうじゃないか。言っちゃったもんしょうがないですよね。でも、全然としたら、じゃあ、受けてくれるんですね。でも、体が、もう、体の差はしょうがないんだから、宇崎も、こういう場合は体は何々に戦うことを考えなくちゃいけないでしょ、はい、あ、やってるわ、やってますね、で、また
えちゃうことね。